皆さんこんにちは。 CM ネッツ大阪社の川崎でございます。ですね、明日が、大阪でのフィールドワークになってましてですね、フィールドワークの準備を今どんどん進めているようなところでして、何を見に行こうかなと思って物件を出してますので、ちょうどいいのがあるなと思って出てくるのが、最近はやっぱり区分よりはアパートの物件の方にですね、シフトしていってるような形でして、首都圏の方でね、フィールドワーク出られた方でしたら、ご存知だと思うんですけど、基本的にはワンルームですね、区分の物件を回るようなケースが多くてですね、向こうは分けて、一棟のケースと区分のケースというのを分けてやってるんですけど、大阪はですね、今までこう混同で、要はワンルームもアパートも両方とも一緒に回るというのが多かったんですけど、今までは区分の方が、ね、数は多かったんですけどね、明日回る物件に関しましてはいろいろ物件を出してますと、今の情勢でいいのが出てるなっていうのが、区分よりもアパートの方に集中しているというような状態だったので、明日ですね、お越しになられるお客様はですね、アパートの物件を楽しみにしていただければなと思っております。でまた日曜日はですね、私は自身初の大、個別相談会を開くような形になっておりまして、今のところご予約もいただいてるんですけど、夕方あたりですね、またちょっと時間が空いてるところがありますので、もし、また希望の方がいらっしゃればですね、エントリーいただければと思っております。でまた個別相談に関しては、こういう会を設けてですね、1日個別相談で一日こう予定詰めるようなケースもあるんですけど、基本的にはですね、お客様がやっていただいたお時間でですね、私たちの方で合わさせてもらいますので、そういう個別相談会というね、そういう機会もぜひお見逃しなくいただければと思うんですけど、そもそもこの時間帯がいいんですとか、ちょっとこの日でお願いできないですかとかいうようであればですね、個別にまたお時間ご指定いただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。で僕らこうやって、いろいろ YouTube 撮影だとか、あとは、ブログもそうですね、いろいろ発信してまして、ブログに関してはですね、こう順位とかでこうね、フィードバックというか、見ていただいてるんだなっていうのもあって、で YouTube に関しましてもこう再生回数ですね、を見てると、どのぐらい見られてるんだろうとか、あとは僕たちがこうお話しする内容のですね、こうタイトルとかで、つけるときに、要は話を要約してタイトルをつけるんですけど、どういった内容がですね、今のお客様はどういうふうな興味を持ってですね、見ていただいているのかなというような形で見ていくんですけど、実はあんまり声かけられないんですけど、私はその一応メルマガをですね、各種、担当は、変えてですね、発行しておりまして、お客様の手元には行ってるとは思うんですけど、今までですね、私の方で、4回だったかな、発行させていただいてですね、この度ですね、初めてお客様から、見たよと、川崎さんの出してるやつ、メルマガ見ましたというので、勉強になりましたということでですね、お声掛けいただきまして、非常に、やってて、こう、見たっていうのを声かけていただいて嬉しいもんだなというふうに感じましたので、これをね、動画で言って、見たよ見たよってまたみんなに言っていただけるのは嬉しいのは嬉しいんですけど、こう見ていただいてるんだなっていうのが分かっただけでも、私たちは発信している価値があるんだなっていうのは再認識できましたんで、またですね、この YouTube 撮影もちょっと続けていきますし、ブログ、あとはその先ほど言ったメルマガもそうですし、あとは新聞の方とかでもですね、弊社の方でコラムが話が入ってくるケースもありますので、そういったことを通じて、世の中にいいと思ったことをですね、発信を続けていければと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。